こんにちは、シュです。今回は2節やっていこうかなと思います。で、今回ね、進化用強化なんだよね。なんでサブにね、進化用モンスター詰め込んだ。これでいきます。いや、これ10倍、お、進化用タイプの全パラ30倍だって。いや、これ合ってんじゃない、この説。今回なんでこれにしたかっていうと、進化用でステータス高いのが黄金の番人ぐらいしかいないんだよ。やべ、今気づいた、パーティーに貴族生いねえ、パーティーに貴族生いねえ。やべ、やっちまった、やっちまった、やべ、取り直して。今ね、入る時に気づいた、パーティーに貴族生いねえって。いや、これどうなる。ただ光やればいけんじゃねえかな、光やればいける。30倍ってやばいね。なんか昔ランダンで星5以下制限あったのかな、それが4倍の時代あったんだよ。4倍で10倍、なんで10倍ぐらい予想してたんだけど、30倍はびっくりした。ただなんかいけそうだね、キーなくてもいけそう。そう、こういう時にね、取り直ししたいんだよね。くっそ、でも初見プレイっていう手っていうか、本当に初見プレイでやってるからな。ただ OK、 いけるいける、光さえ欠損しなければ光のご利用しでいける。うん、8、9ぐらいがね、結構難しいもんね。いいね、いいね。黄金の番に、ババラン注意できたんだけど、HP これ、みんな HP20 万じゃないから、20万じゃないからね。200万だからね。200万、頭おかしい。200万はやばい。で、水欠損でこれ死ぬ可能性あるかな。そこに水来てくれるとラッキー。いや、でも、キー、あれやったの完全なミスだな。まあ、オッケー。200万だよね、これ20万じゃないよね。やば。これなんかネタでできそうだね、まだ。なんかこれ動画上げる人いいんじゃないかな。何百万。ただ黄金の番人が多分進化用モンスターで一番 HP 高いんだよ。なんで割とこの編成結構トップレベルで HP 高い気がする。いいね、わだつみ。30倍だもんね。だから、実質黄金の番人30倍エンハンスかかってんだよね、一人で。一人30倍エンハンスかかってんだよね。はい。これでバージュリと火力見り集めてみようか。どれぐらい、あ、水2セット入った。1億1000万、最近桁が読めないんだよね、早すぎて。でも余裕だね。やばい、HP200 万ビビった。これマルチでもできんのかな、このなんとかのなんとか。マルチ、え、過去できたっけ、マルチでこのなんとかのなんとか。できなかった記憶あん、いや、わかんねえ。とりあえず次ボスだね。で、水欠損か。スキブはないんだよね。スキブどころか、覚醒スキルなんもねえや。うわ、誰だお前、リエトだっけ、リエトか、リエト。一回攻撃もらってみる。いや、普通に今4万ぐらいダメージ飛んでこなかった。あ、多分これしかしないね。これは困るだろしかしてこないと思う。いやー、倒します。多分普通に倒せると思うんだよね。あ、いいね、この流環紙流形紙ガチャのモンスターもうここで出るって意外といいね。多分黄金の番人がぶっ飛ばしてくれると思う。あ、でも意外と硬い。邪魔してやるかって、またな。もうかっこいい。バイバイ。